はい、どうもラスです。今回はこの画面に見えてるベンチマークソフトってやつをですね、試して自分のパソコンの性能を測定してみたいと思います。サインベンチとかいうので検索するとですね、まあ結構有名なベンチマークソフトだそうで、このサインベンチってやつですね、これの Windows 版を入手してやってみたいと思います。日本語日本語でいいのかな。はい、日本語サインベンチのリリース20ってやつですね。で、無料で使えるので、これ、ね入手してみたいと思います。この右下の入手で、ですね、マイクロソフトストアからどうも取得するみたいなんで、マイクロソフトストアにアクセスして、でですね、多分これかな、入手ってやつを、やります。ダウンロード時間かかるのかな。ほいほい、なんか来ましたね。ダウンロードが始まりました。時間かかりそうかな。終わるまで待ちます。もうちょいかな。あ、終わりました。この製品はインストール済みです。インストールできたら、スタートかな？スタートですですね。まあ、最近追加されたもの、サインベンチでのクリックしてみましょう。はい。なんか起動しちゃいましたね。ちょっと画面出しますね。はい。こんな感じで。ソフトウェアライセンスなんちゃらかんちゃら、もう完全に英語なんでアグリーしちゃいます。で、サインベンチ、これは一応 CPU とかパソコンのね性能とかはこれね見て測ってくれるみたいです。UA システムっていうのがありますね。で、プロセッサーはインテル Core i7 の、6700HQ ってやつみたいですね。で、コア、この CPU の数とかですね。で、周波数かな。で、4コアで、8スレッド、2.6GHz。で、OS は Windows 10の 64bit の、やつかな。で、GFX ボード、これはグラフィックボードってやつですかね。GeForce の GTX1060 ってやつですね。インフォってとかはなんもないですね。で、なんかここにランキングとかあるので、なんだろう、これは他の人のランキングかな、ですかね。で、多分ですね、このランってやつを押したら測定ができると思いますので、やってみたいと思います。ランします。さあ、どうなるか。何かが始まるのか。お、なんか処理が動いたぞ。これなんだろう。何か処理がされている。なんか部屋が描画されていく。これは机と椅子かな。お、なんかパソコンのね、ファンの音がすごいことになってきた。パソコンのファンが、これノート PC なんでね、ファンの音結構すごい、排熱がすごくて、時間経つごとにね、結構ゲームとか、まあそういうのをやるとものすごい熱くなるんですけど、負荷を今かけてるような感じがしたしますね。なんかだんだんブロックが、黒いブロックが崩れて、なんか家、おしゃれな、なんか家の、なんだこれ、机かな？机と椅子、窓が出てきましたね。こういう部屋欲しいですね。まあ、これ自分のね、今、パソコンなんですけど、2016年に買った、ゲーミングノート PC なので、そんなにね、もう結構4年経っちゃってるんで、性能はそんなに、最新のからはちょっと劣るかなという感じなので、どんな感じになるか楽しみですが、これは多分この黒い枠が全部解放されれば終わるのかな。どういう処理が動いてるのか全くわからないですが、これね、まあサインベンチってやつは結構有名なソフトみたいなんですけど、ベンチマークソフトは結構ね、いろんな会社さんからベンチマークソフト出てるので、まあまあこれで面白かったら、面白いっていうか、なんかまあちょっとね、評判良ければ、まあね、他のベンチマークソフトとかも、ね、要望があればやってみたいかなと思いますね。これでもさ、多分ね、まだね、これ、おそらくまだ続きますね。下の方を見ると、パス1って書いてるんで、何回かそういうパソコンの負荷をかけるためのテストがいくつかあるんじゃないかなと思っております。ちょっとこのまま待ってみますかね。はい。ですね。なんか終わりましたね。終わりました。で、CPU は1232ポイントということで、これね、ランキング見てください。ランキング見ると、下から3番目でした。自分のパソコン。自分の、ゲーミングノート PC ですが、CPU はね、もう4年経つとこんな感じになるということですね。
多分ね、4年前は結構いい CPU だったはずですが、もうこの、Core i7 とかももっとね、いいやつが出てきてて、おそらくですね。で、ね、このあたり行くと全然スコアが、もうなんか1万2000とか1万6000とかありますね。まあ、こういうの使うことあるのかなって感じしますけどね。まあ、自分動画編集とかね、まあしてますけど、全然ね、今この CPU、まあこのね、まあスペックでですね、まあなんとかしのげてるかなという感じですね。はい。まあベンチマークね、まあ一応今回サインベンチというやつを試して、見たんですけれどもですね、今回の動画がですね、少しでも何かのお役に立ってたらですね、いいね、高評価いただけると嬉しいです。またね、こういう他のベンチマークソフトとか需要があればですね、試してみたいと思いますので、何かあればですね、気軽にコメントに記入いただければと思います。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。失礼いたします。